コジードもしくはコシードは主にイベリア半島各地で作られている肉と野菜を用いたシチューであり、ポルトガルとスペインの伝統料理である。ポルトガルのコジードはベーラ地域にその起源を持つ。コジードは牛すね肉、豚肉、各種像を持つポルトガルの燻製ソーセージ、そして地域によっては鶏肉を入れて煮込んだシチューであり、キャベツ、ニンジン、カブ、米、ジャガイモ、 カラードグリーンと共に供される。また、コジードは、オリーブオイルや赤ワインと共に供されることが多い。江戸時代に表された、南蛮料理書に、クシードという名称で記録されている。スペインのコシードは、スペイン中央部や北部では、通常肉、ソーセージ、野菜、ひよこ豆を用いて作る。地域別のコシードとしては、マドリードのコシードマドリレーニョ。 カンタブリア州のコシードモンタニエス、ガリシア州のガレゴが有名である。このコシードは牛肉、ハム、塩漬け豚肉、チョリソー、モルシージャ、鶏肉、ヒヨコ豆、ジャガイモ、キャベツ、ニンジン、玉ねぎ、ニンニクを入れて作る。コシードには豚足や骨髄入りの骨といった他の部位も入れたり、季節の野菜を入れることもある。また、コシードの出汁をスープとして用い、 スペインのメモ入れて食べることもある。ありがとうございます。